ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ハリウッドの、ハリウッド大通りとバイン通り沿いの歩道のことである。ここには、約5キロメートルほどの間に、エンターテイメント界で活躍した人物の名前が、掘られた2000以上の星型のプレートが埋め込んであり、観光名所となっている。毎年生の数は増えており、追加する際のセレモニーには、本人も参加する。 1960年よりハリウッドの商工会議所により設立された。最初の半年で1500以上の星が埋め込まれ、1994年にその数は2000を超えた。現在では毎年6月に映画、テレビ、音楽、ラジオ、舞台の5つの分野で活躍した人物を対象に20名ほどの候補者から一般の投票によって選ばれる。 ドルビーシアターからの風景オードリー・ヘプバーンの星、マイケル・ジャクソンの星作成途中の星ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームは、ハリウッド・オードリ沿い東西に、ガワー通りからラブレア通りまで、バイン通り沿い南北に、サンセット・オードリーからユッカ通りまで伸びている。茶色の正方形の中央に、真鍮で縁取りされたテラゾ製のピンクの星型プレートが配置されている。ピンクの星の中には、 検証される人物の名前と、その人物が貢献した分野を表したシンボルが、付されている。シンボルには、以下の種類がある。1953年、ハリウッド商工会議所の会長だった、E.M. スチュアートが、歩道に有名人の名を冠した星を置くことを、着想している。1956年に、ロサンゼルス市議会がこれを承認したが、チャールズ・チャップリン・ジュニアが、父親、 チャールズ・チャップリンの名が含まれていないとし、訴訟を起こして問題となった。1960年、最初の星に映画監督、スタンリー・クレーマーの名が刻まれた。当初は2500の星が用意されており、最初の16ヶ月で1558個に名前が刻まれた。それからは、毎月2つのペースで名前が埋まった。1978年には、 ロサンゼルス市の文化と歴史のランドマークに指定された。1994年までに元の2500の星は埋まり、西側にシカモールを越えてラブレアーベニューへと延長された。現在、この方向へはシルバー・フォー・レディース・オブ・ガゼボーで止まっている。工事などの理由で星は設置された場所から移動されることもある。星に名が掲示されるためには映画、演劇、 ラジオテレビ、音楽業界のいずれかで顕著な功績を上げているという申請が必要である。申請は誰でも行うことができるが、適正や受賞歴のリスト、コミュニティへの貢献度などを5ページ以内のプロフィールにまとめた上で、申請費4万ドルを払って申請が行われる必要がある。その後、ハリウッド商工会議所で本人の業界貢献度などを検討し、 星としてふさわしい人物であるかどうかが認められる。ただし商工会議所に認められても、本人が生存中であれば、その承認がなければ、星は掲示されない。ジュリア・ロバーツ、ロバート・レッド・フォード、ダスティン・ホーフマンは、本人が断ったため星が作成されていない。当初は、分野ごとに、複数の星を受けることが多かったが、近年では、そのようなケースは稀である。 近年では、ハリウッドウォークオブフェームを模して、セントルイスやトロント、香港など、他の都市でも類似したウォークオブフェームが作られている。日本人俳優では、早川雪州、マコガンショウ、三船ネ郎の星がある。2004年には、生誕50周年を記念して、日本のキャラクターとしては初めて怪獣ゴジラが加わった。ハリウッドウォークオブフェームは、 ハリウッドヒストリックトラストの自己資金で管理や保守がなされている。最近5年はウォークオブフェームの星を獲得した有名人はオープニングセレモニーに出席し2002年からは1万5000ドルを2013年からは2倍の3万ドルをハリウッドヒストリックトラストに払うことになっている。フォックスニュースによるとこれらのお金は有名人の関係のある 映画スタジオやレコード会社などのスポンサーが払っているという。2015年時点でハリウッドウォークオブフェームには2570の星がある。補修されるドナルド・トランプの保守現在まで設置された星が撤去された事例はない。2017年のメト運動が問題となった際にはセクシャルハラスメントの加害者であったビル・コスビーや ケビン・スペーシーの星を撤去するべきか議論が持ち上がったが、ハリウッド商工会議所はこれを認めていない。コスビーの星は、たびたび破壊される被害が出ている。2016年アメリカ合衆国大統領選挙の期間中からは、ドナルド・トランプの星が損壊される事件が、たびたび発生している。2018年8月には、ウエスト・ハリウッド市議会が、トランプの星を撤去する。 要を要請する決議を行っている。アポロ11号の宇宙飛行士のための星。テレビ放送業界を表すエンブレムが埋め込まれている。ありがとうございます。